シチ,シチューは野菜や肉、魚介類を出汁やソースで煮込んだ煮込み料理の英語による総称である。フランス料理では調理方法や鍋の種類で故障が分かれ、料理の名称ではラグーなどが対応するごとして挙げられる。英語では煮込むことをストイングと呼ぶ。シチュー、ラグーの料理としての確率は16世紀後半から17世紀前半の フランスにおいてとされる。日本へのシチューの伝来がいつかについて、明確な記述はないが、すでに1871年、明治4年、東京の洋食店、南海亭のチラシに、シチュー、牛、鳥馬に、との品書きが見出されている。また1872年の金書き路分、西洋料理通においても、牛肉や豚肉、トマトなどを用いたシチューが紹介されている。 明治中頃までにビーフシチューはレストランのメニューに普及。1904年、明治37年には旧帝国海軍軍艦の昼、夕食として煮込みの名でシチューやカレーが供されている。これはイギリス海軍との交流に橋を発するとされている。明治末期にはシチューのレシピが上流階級向けの婦人雑誌に掲載されるようになった。しかし本格的にシチューが 全国に浸透したのは、第二次世界大戦終結以後のことである。日本で普通シチューと呼ぶ場合は、以下の二つを指すことが多い。家庭においてはいずれも、小麦粉を炒めて作るルーが添加されたシチューの素を用いて調理される。赤ワインやトマトをベースに、牛肉、ジャガイモ、ニンジン、セロリ、玉ねぎなどを、香味野菜を加えて煮込む。日本では、明治初期から、 洋食レストランのメニューに取り入れられ、小麦粉とバターを炒めて作るブラウンルーを用いることが定番となっている。したがって、ブラウンルーのタイとなるホワイトルーを用いて作るビーフシチューは極めて稀な存在であると言える。ビーフシチューの作り方は、牛肉と玉ねぎ、人参などの野菜をブイヨンで長時間煮込み、塩、胡椒、トマトピューレ、ドミグラスソースなどで調味する。 用いられる肉の部位は、すねやバラが多いが、タンを煮込んだものは、特にタンシチューと呼ばれ人気が高い。いずれも汁の量は少なめで、肉などの具材にボリュームがあり、スープのように汁を飲むことよりも具を食べることが主体となることが多い。なお、明治初期に英国留学した海軍軍人の東郷平八郎がヨーロッパで味わった。 ビーフシチューを作るよう部下に命じてできたものが肉じゃがであるという説があるが単なる都市伝説であると否定する意見もある。ホワイトシチューとも呼ばれる。牛乳や生クリームをベースに肉、軽肉が多い、じゃがいも、人参、玉ねぎなどを加えて煮込む。好みでマッシュルームやキャベツ、コーン、ブロッコリー、グリーンピースなどを入れる。日本では1924年。 大正13年に手塚金子の地味に止める家庭向き西洋料理において牛乳とダンプリングを加えたシチューが紹介される。しかし他の料理所にある当時の鶏肉のシチューのレシピではホワイトソースはバターと小麦粉がベースで牛乳が使われることはほとんどなかった。その後第二次世界大戦後の困窮した国情の中1947年昭和22年に 学童の栄養補給用として、学校給食の支柱に脱脂粉乳が加わるようになり、政府はこれを白支柱と呼んで広めた。1966年、昭和41年、ハウス食品から発売された粉末ルー、クリームシチューミックスがヒット商品となったことで、この料理の名はクリームシチューとして定着するに至った。なお、開発者はこの商品を作るにあたって、 アイリッシュシチューを参考にしながらも、給食の延長線上にあるご飯によく合うシチューを目指したという。牛乳を使ったシチューのような料理は世界中で見られるが、日本のクリームシチューのように小麦粉などでとろみをつけたものは珍しい上、名称自体がクリームとシチューを合わせた和製英語であることから、海外においてクリームシチューは日本の洋食料理として紹介されている。 なお、カレー粉などを加えることで、カレーの風味を備えたカレーシチューが学校給食で出されている。かつてはハウス食品などからカレーシチューの素が販売されたこともあった。世界にはこれ以外に様々なシチューがあり、代表的なものは次の通りである。日本ではスープとして知られているものも含んでいる。シチューとスープの線引きは明白ではないが、 基本的に素材が大きめに切られ、粉を使用しワインやブイヨンで溶いたルーでとろみをつけた濃厚な煮込み料理をシチューと呼び、メインディッシュとなるうる食べ物とされる。これに対し、さらりとした食感で、あくまで前菜とみなされる飲み物がスープである。しかし、これらに当てはまらない例も多くある。多くは日本へ初めて紹介された時の名称が、そのまま用いられている。チャウダーは、 シチューよりは、具が小さくソースのとろみも少ない、スープとシチューの中間ぐらいに位置する料理。具を小さく切るので、シチューより加熱時間が短く、手軽に作れる。魚介を使うことが多く、アメリカ東海岸の名物料理、クラムチャウダーなどがよく知られている。日本におけるシチューは、おおむね県陳汁やすいとんのような汁物の、洋風版という位置づけであり、 家庭料理としてはご飯にかける食べ方も少なからず、見受けられるほか、レストランや軽食店などで、シチュー丼や、シチュー雑水が供されるなど、汁かけ飯文化のカテゴリー内で発展しつつある。また、クリームシチューは、米飯との調和を考えて、日本で開発された料理であり、2017年には、メーカー側から米飯にかける、要推奨するシチューのルーが発売されている。 一方、他国においても、シチューと米飯による料理が存在する。ガンボのようにとろみのあるシチューを白米にかける料理が存在するほか、トルコではピラフ状の米飯、アメリカではバターライスなどの調理された米飯が付け合わせに用いられることがあり、アフリカでもシチューと共にお粥を食する光景が見られる。ブラジルのフェジョアーダも炊いたご飯にかけて食されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。